皆さん、こんにちは。ようこそ私と神様講演会へ。素晴らしい神様を明かしする機会に恵まれたこと、感謝いたします。お祈りします。愛する天の神様、あなたのお名前を賛美いたします。私と神様との出会い、そして歩みを、皆さんと分かち合えること、本当に感謝します。 聞いてくださる皆さんに神様どうぞお語りください導かれていること神様の愛に気づくきっかけとして「私の証」どうぞお持ちください愛するイエス様の名前によってお祈りいたしますアーメン私は二十歳の大学生です セブンンスススダードベンチスト、ト名古古屋キリスト教会の学生伝道をしています、古田真奈美です。田で私はノンクリスチャンホームで育ちました。幼稚園はカトリックでした。卒園祝いに新約聖書をいただきましたが、当時は難しく感じ、読んだことはありませんでした。神様を信じている、幼い子どもの心で信仰を持っていました。 しかし聖書の内容イエス様とはどなたか十字架の意味などはほとんど知りませんでしたそれから祈る習慣信仰から離れてしまっていました小中学校ではさまざまな試練が与えられました誰にも言えず神様に祈ることもせず 心身ともに病んでいました毎日学校には何とか行っていましたしかしなぜか理由もなく死にたいという言葉が頭から離れず夜は眠れず勉強にも手がつきませんでした高校は南国フィジーに3年間留学しました 国際協力に興味があり語学力習得のためというのは留学の表面的な理由でしたフィジーを選んだのは途上国での経験を通してたくましくなりたい世界一の幸福度ということに興味が湧ききれいな海で心洗われたいというものでしたしかし本当は 逃げと挑戦半分ずつ環境を変えたかったのです日本での忙しいうつうつとした毎日と子は親のかすがい状態から逃げたい誰も私のことを知らない場所で再スタートしたいというものでした私の合格を潮時として両親が離婚をし そして私は体調を崩し、留学は延期となりました。私の思いはあなたたちの思いと異なり、私の道はあなたたちの道と異なると主は言われる。天が地を高く超えているように、私の道はあなたたちの道を、私の思いはあなたたちの思いを高く超えている。 イザヤ55節9節神様のご計画は私の最初の思い計画とは異なっていました神様は私の心と体の状態が出国にふさわしくないことをご存知で直前にそのことを示し痛みの中でもたくさんの気づきを与えてくださいました その後、もう一度高校受験をし、プロテスタント、メソジストのミッションスクールの高校に入学しました。フィジーでの生活は最高でした。留学1年目、ホストファミリーに恵まれ、日本の家族と距離を置くことで、自分はどれだけ恵まれていて、愛されているのかに気づかされました。私はこの人、 この子に会うために肘に来たんだな、などと思うようになりました。特に私は留学を延期し、1学年下げたので、私が最初持っていた計画では出会う人が全く違ったはずです。すべては偶然ではなく、神様のご計画の中にあるんだなと思い始めました。1年目の後半頃には私の心は満たされて、 精神的な問題は消え去り、頭の霧が晴れた感じで、初めて勉強にも身が入るようになりました。留学2年目、私は友達、先生の信仰がなぜそこまで熱いのか興味が湧きました。一体聖書に何が書いてあるのか、彼らの心には揺るぎない強い何かがあると思ったからです。 また、学校での毎朝のお祈りなどに、マリア様が出てこないこと、カトリックとプロテスタントの違いにも興味が起きました。そんなとき、YouTube で聖書の予言の動画を見つけ、そこから私が持っていた疑問は解決され、聖書の真理とアドベンチストの信仰に導かれました。一時帰国の際、 突然記念の新約聖書をフィジーに持ち帰り11年ぶりに開いて全部読むことができました神様の霊が導いてくださったに違いありません聖書の神様の言葉はあやふやでふわふわしたものではありませんでしたというのは神の言葉は生きていて力があり 諸刃の剣よりも鋭くて精神と霊魂と関節と骨髄とを切り離すまでに差し通して心の思いと志とを見分けることができるヘブル人への手紙4章12節なぜクリスチャンの信仰があんなにも強いのか何を信じているのかこの世で出てくる究極の質問 聖書の神様の言葉ははっきりと答えてくださいました聖書が証しするものは信じるに値するものであり真理であることがはっきり分かりました神様の霊の導きによって幼い頃の信仰を思い出し青年になった私に 聖書の真理を与えてくださいましたけれども真理の御霊が来るときにはあなた方をあらゆる真理に導いてくれるであろうそれは自分から語るのではなくその聞くところを語り来るべきことをあなた方に知らせるであろうヨハネによる福音書13章6節 ちょうど18歳の誕生日に学校牧師の先生にクリスチャンになりたいですと言い信仰のお祈りをしました涙がボロボロあふれ出て神様は私の心の扉の外でずっと待っていてくださったことがわかりましたずっと扉を叩いてくださっていたのですその時までは 高校でクリスチャンかと聞かれても答えに躊躇していましたがこの時からクリスチャンと表明することに迷いがなくなりました幼稚園児の頃にまかれた種は芽を出しそして今も神様が成長させてくださっています留学3年目安息日の心理などを知ったので 通学路にあったセブンス・アドベンチストの教会に一人で行ってみました「すべてを作られた創造主なる神様の聖なる安息日」とおとびイエス様が私たちのために再び来てくださるその希望にあふれそして神の宮である体健康を大切にする彼らの信仰は 光り輝いて見えました教会に行き始めてすぐあとコロナの影響でロックダウンになりました外出禁止中は全ての行き先が不透明で聖書を読み祈らずにはいられない日々が与えられましたコロナ禍での帰国が許され最後の安息日にフィジーの海で 洗礼を受けましたこれは日本に帰ってもクリスチャンとして生きていくという決意表明でもありました何かに駆り立てられるように決めた逃げとチャレンジ半分半分きれいな海に心現れたいと願って旅立ったフィジー私が見つけた幸せの秘訣は彼らの信仰 神様の愛によってつながれた密接な人間関係でした物質的な豊かさではなく霊的に満たされているのです何があっても神様が共にいてくださる恐れることはない過酷な環境の中でこそ 目に見えない大切なものがはっきり示されましたこのようにいつまでも存続するものは信仰と希望と愛とこの3つであるこのうちで最も大いなるものは愛である五輪と人への第一の手紙13章13節私たちは神様に作られ生かされている存在です イエス様は私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさいと言われました愛する大切な人の死については絶望悲しみではなく希望であるという価値観に感動を覚えました綺麗な海に心洗われたいと 旅立ったフィジー確かにフィジーの海は涙が出るほど綺麗で癒されますでも本当に私を癒し闇から救ってくださったのはその美しい海をも創造された神様です私たちを作られた神様だけが私たちを癒し心を変えてくださり救ってくださるお方です もう死んでしまいたいと思っていた自己中心の自分はキリストと共に十字架につけられているということを知りました死んでいたはずの死ぬべき私ではなくイエス様が身代わりとなって死んでくださいました生きているのはもはや私ではないキリストが私のうちに生きておられるのであるしかし 私が今肉に合って生きているのは私を愛し私のためにご自身を捧げられた神の御子を信じる信仰によって生きているのであるガラティア2章20節皆様の中で悩み 苦しみ、試練に遭い、弱さ、絶望を感じておられる方、おられますか神様ご自身、試練を受けて苦しまれたからこそ、シ論の中にある私たちを助けることがおできになるのです。 神様の恵みは私たちの弱さのうちに神様の力が完全に現れるのです私たちが弱い時にこそ私たちが強いのです私たちは弱くても神様は強く 神様が力をくくだだささるるののでですす強めてさるのです私たちにはできなくても神様に不可能なことは何もありません私と神様との歩みは試練を通して私,た私のために死んでくださった。 私たちの罪のために死んでくださったイエス様のために生きたいその思いに変えてくださいました変えてくださっています弱さと試練の中で神様と出会いしがみつき変えていただくのです求めなさい そうすれば与えられる。探しなさい。そうすれば見つかる。門を叩きなさい。そうすれば開かれる。またイによる福音書、七章、七節。お祈りします。愛する天の神様。 私たちに命を与え私たちを罪から救,救ってくださるために愛する御子イエス様の十字架にかけてくださり真理であり命であり道であるイエス様通して 父なる神様への道を開いてくださっていること感謝いたします神様あなたの清い真理の礼を求めますどうぞ私たちのうちにお入りください私たちの弱さの中で あなたの恵み、完全に、現れてくださること、私たちを強めてくださること、感謝いたします。どうぞ、試練を通して、この大変な世の中ですけれども、 苦しみを通して今聞いてくださっている皆さんが神様と出会うことができますように心の扉叩いてくださっている呼んでくださっているその声に応えて心を開きあなたと共に歩む新しい人生 どうぞ与えてくださいあなたと共に生きる新しい朝を与えてくださいすべての恵みそしてお導き感謝いたします私たちの思いではなくあなたの思いがなりますように。 感謝して、愛するイエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン